皆さんこんにちは、さやかさぼころです。いつもご視聴いただきありがとうございます。突然ではありますが、リンゴルフで全国イベントを開催することになりました。私も大丈夫かと不安もありますが、成功させたいなと思っています。でもまあ、その前にですね、なんでこういうことをしようということになったかをお勧めしたいと思います。以前からですね、関東以外でもイベントをしてほしいという要望がたくさんありました。もちろんアンケートもそうですし、コメント欄でもそうですし、実際にあの関東でやったイベントとかでも、そのどこから来たんですっていう方もたくさんいて、これはちょっと全国を回りたいなと私も強く思いました。全国のゴルファーに会いに行きたいという気持ちを叶えるにはこれしかないということを考えました。それはですね、リンゴルフを見ている人たちでゴルフをする、ただそれだけになります。それはどういうことかと言いますと、リンゴルフを見ている人なら誰でも参加できる競技っていうものをコンセプトに、全国で、日本全国でですね、ラウンドのみのイベントを行います。ラウンドのみです。なので豪華なね、コンペみたいな景品とかはありません。ですが、あの参加していただいた方には参加賞を準備したりしようとは思っています。でルール等は追ってお伝えしますが、ハンデなしのスクラッチ競技になります。で各会場にはリンゴルフに出演している女子ですね、普通に参加します。私も普通にラウンドとして、プレイヤーとして参加します。なので私たちも全国の会場に足を運びます。おそらくこれを聞いた方はハンデがないとか、マシンペリアにしてくれとか、やっぱり景品とかですね、準備してほしいなって思うことはあると思いますが、もしこのイベント内容でよければぜひ参加をしていただきたいと思っています。では現在決まっている開催地を発表します。まだね、他の開催地も決まるんですが、今決まっている開催地の応募は今日からスタートします。それぞれの会場ですが、120名の応募が集まり次第確定となりますので、お友達をぜひ誘ってください。まず北からいきます。太平洋クラブ白川リゾート福島県になります。開催日は9月25日、セルフプレーの会場になります。次、イーストウッドカントリークラブ栃木県になります。12月15日土曜日、こちらの会場は今セルフプレーかキャディー付きかは決まってない状態です。なのでまたここもお知らせします。次、御殿場ゴルフクラブ静岡県になります。開催は11月7日水曜日、開催日は11月7日水曜日です。ここもセルフプレーの会場になります。次、 ABC ゴルフクラブ兵庫県になります。11月26日月曜日、キャディ付きの会場になります。次、ザ・クラシックゴルフクラブ福岡県になります。こちらは10月11日キャディ付きの会場になります。10月11日金曜日、こちらは27ホールを使いますので、参加者でコースが異なることをご了承ください。そして上位の方は2019年4月1日太平洋クラブ御殿場コースの決勝に参加できる権利を得ます。はい、以上ですね。1、2、3、4、5、まあ、決勝合わせた6会場今紹介しました。複数応募できます。はい、なので初会場でダメだとしても他の会場でまた行くこともできるので、ぜひ参加してみてください。応募方法はこの動画の概要欄、コメント欄に参加フォームがあります。ご自身で参加できるコースを選択しご応募ください。120名が集まり次第開催決定となり、応募が多い場合は抽選となります。当選された方に運営会社からご連絡します。参加をコンセプトとしたシンプルなイベントになります。120人以上集まれば開催となりますので、何度も言いますがお友達をお誘いください。また全ての告知はできていません。今の段階ではですね、開催予定地関東と関西等で今調整しています。リンゴルフに出る女子のね、ゴルフ女子の私以外の純ちゃんとかりさちゃんとか美穂ちゃんとか優子とか、まだまだ多数いますが、
参加日とか場所も決まり次第どんどん報告していきます。ルールについてはまだ詳しく決まっていません。ですができる限り優しいものにしたいなと考えています。まあ、一つあるとしたら多分ホールアウトはマストになってくるかなと思います。完全ホールアウト、最後までパターンやるってことですね。あとはその6インチずらして OK だとか、まあ、そういう、まあ、処置ですね、処置をどれぐらいしっかりやるかみたいなところはもう少し緩めにしていこうかなと思ってますので、ぜひスコア問わずたくさんの方に参加してもらえると嬉しいです。皆さんとお会いできる日を楽しみにしています。ご応募よろしくお願いします。皆さん YouTube のチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。今日のコメント欄はこのイベントについてこうどう思うかなど書いてもらえたら嬉しいです。まあ、この会場に応募するぞとか何でもいいので書いてもらえると嬉しいです。以上になります。バイバーイ。 YouTube のこれ小さくなった小さくなった、もうちょっとそれじゃない。 YouTube のチャンネル登録と高評価コメントよろしくお願いします。